僕もない許可取らずにやってた。止めろ、トイレは止めろ。完全ね。ごちそうさまでした。男が世の中するもんじゃねえわ。おはぎ取れねえか。よし、よし、はい、本日は、はい、鹿島の解体。ちょっと遅れちゃったな、俺な。久しぶりで全然ないですもんね。早いな、お前。しかし、まあ現場2時に来たら、もともと何時やってた。11時ぐらいにちょっとね、まあ、俺らもちょっとずれちゃったんですけど、ね、申し訳ないですけど、はい、ちょっとね、せっかくなので視聴者の皆さんにあの解体を見せたいなと思って、はい、久々の解体が一棟来たんですけど、1名しか残ってない。1点半もないぐらい、1点半ぐらいですけど、まあ久々のお盆休み動画なんで、あの解体動画付き合ってください。お願いします。お願いします。やっていこう。じゃ解体しろよ。大丈夫。はい、大丈夫。でも全然今日暑くないんで。あ、今日暑ね。いや、そんなに今日これで暑くないよ。やばい、ちょっとお前ら、そういや俺の格好率増えてない。どう、ナイスガイ。やばいっすよ、やばいっす。高飛び高飛びしよう。クールポコみたいなやつ。ハチマキ巻いたらクールポコ。いいでしょ、もう暑いで。もう8月の撮影はこれでやらしい。8月ちょっと夏もあれ不要だもんな。いや、それこそ多分検索に潰されましょう、これ。そう、まあ、早く解体してくれ。早く解体で10分で終わらせろ。よし、ブーン。はい、最強のドッキリかもしれません。楽しみにしてください。あ、バラスケ重いっすよ。動画のテンション上がらんな。はい、動画のテンション上がらんな。まだ画面もまだあるの。画面ありますよ。なんか手前部分しか残ってね、取りだがねえな。上がります。上がります。あ、運ぶ。はい、あ、運ぶ。はい、暑いっすね。休憩しようって。休憩まだ早いっしょ。じゃあ、運ぶ。取れたかないってよ、お前。ないっすね、今日。あ、今日取れたかない。取れたかない、俺こいつ使えんもん。自分の解説だけ出た。結構入れましたよ。あ、結構入れました。全然喋ってないじゃん。僕なりに、僕なりには入れた。そう、頑張った。あ、頑張った。おはようございます。じゃあ、撮影許可連絡してなかった。 YouTube の社長さんだね。はい、お願いします。ありがとうございます。でもない許可取らずにやってた。あれあれ、マスイチの方から許可切り取らんと。止めろ、とにかく止めろ。すいません。あれ、許可来ましたよ。引いてない。はぁ、そんないつも何こんな許可取らずに。はぁ、いや、許可来てなかったですか。うるせえ、近所が迷惑だろうから。ガヤ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 言ってくれよ。そのご近所に前札するしよ。全然聞いとらんって。そんな許可取れとると思ってますよ。本当に取れとらんって。 YouTube で出た金でこれいろいろ飲み食いして、あ、こんな腹出ちゃう。もうだいたいその格好なんだろう、これ。パンツゴンおはぎ取れねえか。よし、撮影許可取れとる。取れとらんぞ。社長いつもこんなんのか。まあ、いや、しょくしょく。俺も若い人使ってやっとるけど、職人でやっとるけど、まあ、こんな格好でこうへんぞ。現場周りふざけんなよ。こんなの持って。え、ごちそうさまでした。ちょっとすいません。だいたいな、男が世の中するもんじゃねえわ。すいません。社員の前でよ、恥ずかしい。申し訳ないっす。
出せってことじゃなくて、人もねえな、おい、大の男が。本当すいません、本当すいません、若い人の前で土下座なんかしちゃって、お前よ。本当すいません、どう思うよ。本当すいません、うまいっす、めっちゃうまいっす。いいですか、ちょっと怖かったっすもん。いやいやいや、お疲れ。すごい、本当でした、もう僕と社長はこういう中です。びっくりした、カメラ回っとるから。けどドッキリ、ドッキリっすか、こういうゲームこれ今回もやりましたね。想像以上に怖かったもん。マジさすがにお客さんが怒ってた。元屋根屋さんで。いやでも僕ほんと初めましてですよね。初めまして。マッス担当しとって、はい、で今日ね、ちょっと今日お願いします、撮影ちょっとよろしくお願いしますって言ったら、はい、結構意気投合して、はい、ドッキリしないですか社員って急にいただいた話。いいよって。どうでした、久々の騙されたんで、もうしかもお客さんからも初めてじゃないですか、絶賛が。いやしかも俺電話しか喋ったことなかったの、出てきたじゃん、やっべえと思って。これ本物やすかと思って。ちょっと本当電話しか喋ってなかったの。はい、俺さ、やれやっとったもんでさ、はい、ちょっと今日なんかドッキリとか面白いんじゃないですかって、はい、いいよって出てきたら、この顔だもん。いや、もうベーって思って。俺、ホテル怒っとるかもしれない。いや、バーって言って、一番怖かったもんね。俺、打ち合わせ済みだったんだけど、これ、ホテル怒っとるんだったら、俺、どうしようかなと思って。いや、怖いっすね。でも、もともと職人もバリバリやったんですか。そうですね。屋根や。屋根やってましたね。はぁ。いや、でも、怒り方がちょっとあれだよな。もう、ほんと職人って感じ。大きい声出さん、怒り方だよな。本物のやつだよ。静かにこうやってあげてくれって。一番怖いです。本当ありがとうございます。はい、どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。怖かったっすね。それの一言です。まあ全然助けて言えなかったから、土下座し。いや、な俺土下座しちゃうまいの、土下座するか思ったの。やったらおかしくないですか。僕らが、いや、代表が一番トップがやってるもんね。そこで俺あれーって、社長土下座するんだーと思った。面白かったっすよ。面白かったです。すみません。いやいや、あの、お客さんも巻き込んで、YouTube 盛り上がってますんで、ぜひチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。また見てね。また見てね。ありがとうございます。ありがとうございます。暑いね。暑いっすね。行くよ。おかえ。質問ない、質問っすか、うん、これって結構なんか簡単にパンパン取ってってる感じじゃないですか、結構大変なんですか1本取るの。慣れ、どんだけ楽に取るか。でその弱いと、はい、何回も叩かなかんじゃん。はいはい、強かったら一発で取れるから。おお、すごい、体力の使わんし、楽に取る。下手にそこで体力温存しようとすると逆に大変なんですね。そう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 。逆になんか優しく叩かなきゃいけないってことってあるんですよ。優しく、やっぱこの変わらんとこじゃない、これ今わかるか、跳ねとるけど、はいはい、そう、足がついてる時あるじゃん。はい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 、はい、そういう時はあんまり強く叩くと割れちゃうね。あー、なるほど。で抜けん程度に、あんまり優しすぎると抜けちゃうし、うん、この加減、汗が垂れてさ、はい、ゲアに垂れるのが一番滑ると怖いんだ。あー、なるほど。あー、ほんと垂れますね、やっぱり。そうそう、水で滑るじゃん、はいはい、それが怖い。あー、やっぱ最初の方とかこの足場の上とか怖かったっすか。あー、俺は怖くなかった。あー、怖いものとかないんですか。怖いもの、
怖すぎて動いとった先輩たちが逆にそっちの方が怖くて。なるほど。